おはようございます。おはようございます。盆栽大野さんです。はい、大野です。はい、今日は何しましょうか。今日は先日山荘の販売が上野グリーンクラブであったんですけど、はい、そこで買い求めた山野草を豆鉢に植えたいと思います。豆鉢に、はい、もう豆に入れちゃうんですね。もうすぐ豆に入れないとあっという間に大きくなってしまうので。なるほど。春が勝負です。春が勝負、はい、はい。ポットだとね、はいはい、どんどん大きくなっちゃいますから。とりあえず今葉っぱがないやつ、ないやつ見えるかな、これ。これがね、ここまで土が入ってたんですよ。うん。で今見えないかもしれないけどあるんですよね、中に。あ、やっと見えるかな、見えるかな。これこれこれですよ、これ。これ、ここに芽が、これね、破れ傘。破れ傘で、破れ傘も西洋も中国もそれから日本もあるんですけど、これは日本産ということでちょっといいかなと思って。日本のが一番ちっちゃいんですよ。でここに芽がね少し動いてきてるかな。でも何個も入ってない、1個しか入ってないかもしれない。これがねこのままにしとくとやっぱ大きくなっちゃうんです、はい、土も多いし入れ物も大きいので、だからこれを掘り出します、はい、もう簡単です。これはね山荘屋さんが仮植えしてあるんでね、うん、1個しかない。やっぱり昔はね多摩の方にねいっぱい生えてたの。ちょうどあのなんだっけ、多摩の団地あるじゃない、はい、多摩ニュータウン、ニュータウン、あの辺によくね山荘会の人と一緒にね若い時ね行きましたけどね。根っこしかないじゃないですか、うん、これでいいんですよ。これが破れ傘の根っこでございます。増えるんですよ。増える、ちゃんと増えるんです。これ増えたの、子供ができるんです。根っこで分けていくみたいな。そうですけどね、でもこれは根っこの先に来るわけじゃないから、はい、山野草によっては根っこの先から増えるのもあるんだけど、これはそうじゃなくて横に子供ができます。ボコボコって、このまんま大きい鉢に入れちゃうとこのくらいになっちゃうね、はい、だからこれを豆で、ここで。破れ傘はね名前もすごいですけど、出た時の可愛さといったら、あと写真を見ていただくと分かると思います。これは破れ傘です。先にちょっと崩しましょうね。これは雪割小桜。雪割小桜、うん、桜草の一種なんですが、雪を割って春一番に咲くという。普通の日本桜草はまだ全然咲きませんからね、うん、これはね雪を割って出てくる桜草ということで、東北とか新潟の方のね山の方にあるんです。ここに子供が、子供がある。これがね雑草じゃないんです、子供なんです。これちっちゃいけど1年経てば、これは花とか咲くんですか。うん、咲きますよ、可愛い花咲きますよ。人気種でね、これが結構ね豆でもね咲くんですよ。日本桜草ちょっと大きいの で増え方も壁によって増えるんですが、これは中心から増えるので、うんうん、小さい鉢に入れといてもこれもこれ大丈夫なんですね。ここで引っ張ります、シューって、うん、ほら簡単に分かれますからね。2個ぐらいで植えといた方がいいかな。でも海外の山とかにもこういうのいっぱいあるんでしょうね。日本でこんだけの種類あるの、あるんでしょう。でも大きいだよね、どういうわけか外国のって。なんでだろ だろう。日本の草の方がちっちゃいの。そうです。あと最終刀は小さいですね。韓国の最終刀ってつくやつはね。日本で一番ちっちゃいだと屋久島。屋久島ってつくやつ。わかんないですね。特殊な環境なんじゃないですか。で屋久島っつうと小さくて丈夫っていうのがとりあえず。はいはいはい、でどうしようか。うーんとこれ。これね、舞鶴草だよね。舞鶴草、舞鶴草の白身って書いてあったんでちょっと初めてなんですけど、うん、普通はね赤から黒っぽくなるんですよ、うん、黒ですね。なんだけど白身っていうので実がつく山野草なんですけど、でこれが全然まだ芽が動いてない状態、うん、でこっちはちょっと伸びてる。本当はここに伸びる前にやんなくちゃいけない。なんでかっていうとはっきりわかるんですよ、その結果が。根っこがね全部つながってるんですよ、これ。あ、すごいな。すごいでしょ。ナイズルソはこうやって増えます。根っこの先に来る、ほらさっき言ったでしょ、はいはい、根っこの先にこう出るやつと増えるときに横から株で増えるのとあるんですけど、ナイズルソの場合は根っこのところからこう増える。これも大変ですよ、これやるの。やたら増えるんです。
根っこが芽になる、ね、うん、ほら、こうね、ほらこうなっていくわけです。笹みたい。そうそうそう。これ大変です。笹と一緒です。でもったいないから丁寧にね。これもくるくるって巻いていてんのかな。そうです、そうです。あ、一緒だ。畳み込んでね、はいはい、芽をねまとめて植えないと、このまんま植えたんではバラバラになっちゃいます。だからこれ芽が出る前にやんないといけない。わかります。取れちゃうんです、引っ張ってると芽が。ということで、ほらもう取れちゃった。これはこれで、これはこれで置いとくでしょ。ということはこっちなんだ、うん、こっちをやんなくちゃいけない、はい、あ、これ腐ってる。ほら芽が出ないと思ったら腐ってる。そう、これ腐ってるんです。ほら芽がないんです。遅いのかと思ったら1個しかない。これ全部腐ってます。かろうじて1本生きてますね。根腐れ。根腐れですね。ポットで葉っぱのない時期に買うと得てしてあります。なるほど。こういうことがあるので気をつけましょう。でもしょうがないですもんね、これ、うん、分かんないですもんね。後からね、うん、言ってもね、もうそんなの当たり前だなんて言われちゃうからね。これがかろうじて、うんうん、生きてますね。そんなもんかね。これは、これがね、トキワ花形って言って、ほら、トキワ花形、はい、トキワ花形、もう花芽が上がっちゃいました。これこれ、この真ん中ぷっくり膨れてるのがね、花になるんですよ。すごい可愛い花のさ、ピンクの。これは多肉と同じなんですよね。見た目多肉、うん、ほらこうやって増えるでしょ。はははで、これをねこうやって取るでしょ、はい、これを土にブスって刺すんですね。こういうのがあった場合、ここで根がね、ここで根が出るんですよ、うん、だからこういうの取っちゃって、これはもう多肉に近いので、うん、根っこがないのと一緒。たまに防災にねこういうのついてますよね。うん。そう、よくあるのがもっと多肉の花が咲かないやつね、爪レンゲ。そうそう、うん、爪レンゲはまあ咲きますけど完全に多肉なんで、うんうん、あれです、同じですね。でもね、育て方はね、うん、こうバラバラにしちゃうんです、結局のところ。こうやって、ほら、これは何でしょう、はい。この根っこで、これで分かる人は分かる。これはネジ花です。ネジ花、持ちずりとも言いますけど、ネジ花って花がこうねじれて咲く、芝生の中に生える、まあ、雑草のようなものですけど、これは種類が多いんで、子供ですね、今年は咲かない。ものすごい種類が多くて、高級品になるとすごい高い。一目いくら、1万円とか2万円とかするのもあるんですよ。であとバラしちゃってね、あとで寄せるの、これ真ん中だけ取って、こういうのは切って刺すと。これはもう、あ、根っこがありましたね。山野草を割と簡単に割ったりできます。これで一塊ですね。でもこれ全部花ってわけじゃないですね、これだけですね、花来てる、ね、こっちはまだ咲かない、ちっちゃいからね。これが一番初心者なんかだと分けやすい種類ですよね、うん、失敗しても刺しとけばついちゃうしね。これに丈夫です、日向です。はい、じゃあこれで植えちゃいましょうね、はい、この辺も全部豆鉢に入れるんですか。で、入れますけどね、うん、これはね、柳の一種だから、丸葉柳って書いてあるでしょ。千島列島の丸葉柳、猫柳の仲間。木なんですね、これ。木です、木です。ただ珍しい。これ何ですか。これ南京の仲間。南京ですか、中国ですよね。この木、木でありますが、盆栽にする人はあんまりいなくて、山野草の寄せ植えの芯に使いますかね。日本の七かまどと葉っぱの形がちょっと違うんですが、南京七かまどはちっちゃくても花が咲いて実がつくんです。日本のだとこのサイズでは絶対咲かないですから、はいはい、軽井沢なんか行くと街路樹になってるのが七かまどなんだけど、真っ赤に紅葉するやつね。これはあと。でこれですが、はい、一番難関なのがこれなのね。これ邪魔だからちょっとどかしとこう。これがどうなるかっていうのが、まあ、想像つかない人もいるかもしれない、うん、こう伸びて、はい、傘ですからパッて開くんですよ。なんでベターっとするわけじゃないんだよね。結構背が高い。うん、高いですね、うん、他のに比べるとね。だからチューブ化じゃないとまず根っこが入らない、うん、で色はもちろん葉っぱ青ですから、うん、意外とこのくらいの方が見栄えするかもしれない、うん、
これタイガバチ、これね、前にこっち、うん、猫のこのモミジはちょっと時期外れですね。青だとインパクト強すぎるかもしれない、うん、このくらい淡い感じの方が合う、うん、ちょっとね、で、網をね、どれに入れるかまだ決めてませんけど、網を切って、これって網戸、うん、あの昔のね、硬いのね、昔の網戸ってこう硬かったんですよ、うん、針金入ってるんです。これ今手に入んなくて、ね、大変なんです買うのが。昔はね、一巻きで売って、うん、こんな太い巻きで買えたんです、うん、金網屋さん行くと。今この細かいの作ってるとこなくて、あんまないないですね。普通のやつだと土こぼれちゃうじゃないですか、豆だとね。そうなんですよ、あの黒いやつはちょっとね、うん、だからあの素人さんみんなこの針金入ってない普通の網戸の網あるじゃないですか、はいはい、柔らかい、うん、あれ使ってます、網、皆さんたまにありますよね、うん、あれでもなんとかなるからね、困っちゃうよねないもんはないんですステンレスのあるけど硬くても、ね、切れないしね。2本入れたいけど2本入れちゃうともったいない、1本ずつしか入ってなかった。2本の方が可愛い、1本じゃ可愛くない、可愛くないんだ1本だとなんか寂しいっていうか、傘1つでこれ1本しか出ないんですか。いっぱい増えますけど、山荘屋さんが分けた時に1個ずつにしちゃったんですよ。なるほど、だからこれをあの持ち込めばいっぱい増えます、いっぱい増えますよ。増やすんだったら鉢は大きい方がいい、土鉢で、土鉢で、うん、ね、土鉢でゴロ土で植えとけば増えます、うん、でこれあの林の中に生えるんで、うん、半日陰ですよ、うん、これはもう切っちゃいます、この程度ね、はい、であとは丸めるしかないんですよ。だからちょっと深くないと入らない、うんうん、これかな、うん、こんな感じ、こんな感じですよ、はい、もっとちっちゃいのにしたければ1個にすればいいんですけど、うん、私的には2本の方が可愛いかな、うん、ちょっと直しきました。ねえ、毎度毎度マーガンプレですいません、でも大事なんですよ。メーカーからちょっと送ってほしいぐらい宣伝してますよね。そうなんですよ、送ってほしいですよね見てないのかな、見てないじゃないですか。マグアンプ系盆栽で使ってるとは思わないじゃん。でこの時にね、はい、あんまりキュッてくっつけちゃダメ、うんうん、なんでかっていうと傘が開くんですよ、はいはい、とぶつかっちゃうんだ、傘がぶつかっちゃうから少し離して植えとくの、こうやってじゃないと開いた時にお菓子、うん、もう想像できないと思うんで、知らない人は。そうですね、そうでしょ。でこれ あの網でね、ちゃんとねこうやって引っ張っとかないと根っこ、はい、浮き上がっちゃいます。根が硬いですからね、これ。ちょっとだけ引っ掛けて、でこっちはこっちで止めといて、あ、ちょっと引っ張りすぎちゃった、あんまりギュッてやんない方がいい。だから山野草やっぱりあの出たのをその芽を知らないと全く植え替えができないでしょうね、本体が分かんなければ ね、 そうですね、どういう風に植えていいか分かんないもんね。でこっちもちょこっと引っ掛けとくだけです、出し気味にして、こんな感じですね、はい、そしたらば、まあ普通にあのうちは盆栽も山野草も同じ土で植えちゃうんで、はい、あの盆栽用の用土を山野草で使うと締まります、締まる、締まります。葉が、葉っぱが、葉っぱも竹も小さくなりますね、やっぱり。普通山野草はあの腐葉土とか入れて育ててる方多いですよね、あれは増やすのにはいいですけど小さくするには向いてないので、うん、これが普通 の、 あの日本線の赤玉土一応あれですよね、水はけよくしとかないといけないからね、もう頭は出しておいてます、うん、あのね、沈めるとその分長くなっちゃうんですよ、うん、もうこっからすぐ傘が出てこいよみたいな感じにしとく、これがあのコツですね、はい、頭隠しちゃって植えると、うん、間延びするんですよね、根っこから少しね、でもこれでも苔張ると少し隠れるんでしょ、うん、あ、ごめんね、こんな汚いのですいません、苔張って半分隠すんですね、寒がるから。なるほどもうあったかいからね、寒くないでしょ。次はね、これか、これ2個あるでしょ、あ、これはちっちゃいのに入るそうだね、爪レンゲじゃなくて、これは雪割り小桜、雪割り小桜、
いきわり小桜、去年の葉っぱ汚いのあったらちょっと手で取っておきましょう。ゴルネック切りますね、はい、これちっちゃくできそう。これはもうこのぐらい切っても大丈夫です。ちっちゃくなります、はい、黒は生えます。これで十分だと思います、うんうん、そんな感じ、はい、あとは止水鉢使うしかないんですけど、止水鉢使ってもいいんですけどね、高級品になりますね。そうですね、はい、鉢の値段の方が高くなっちゃいますもんね。そうなんですよ。ただあの展示会なんかだと使います。鉢もね、一応あれだから。黒はあの花が何色でも映えるから、はい、白でも赤でも青でも、うん、ほら大河って立派なハンコだね。今度は細かい土からいきますね。こっちからこう根っこをね、なるたけ開くんです。だいぶ切っちゃってますけどね、これでもあるから開いて、まあ、山野草の場合咲いたところが前になるのでね、あんまり足が前とか言っても無駄なんですけどね。飾るときに咲いてる方を前に向けちゃうじゃないですか。だから足前にしてっていうにするのはすごい難しい。丸鉢に植えた方がいい。細長いのだとね、変な位置になってて、これはね確実に止めます。止めるためにね開いたんですか。うん、あと低くするため、うんうん、もちろん止めるためでもありますが、こう立ったまま入れると盛り上がっちゃうんで、うん、た方がいい。豆はね、この絵でなんか鉢の方が大きく感じるでしょ今、はい、だけど咲いた時はもう全然大きさ違っちゃうんで、うん、もうちょっと早めに植え替えてればもっとちっちゃいのができた。何回かやってみたんですけど、この鉢の中で増えるんですよこれ。今2株っていうんですか、はい、あるでしょ。それであの上手に夏越しすると4株くらいになって盛り上がって満帆になって、そうするとちょうど来年の春の展示会にかっこよく飾る。ただ溶けますからね、山野草は気をつけた方がいいです。溶けるんです。環境が合わないか合うかなんです。これ一種賭けみたいなもんなんですよね。だからいろんな山野草をやってみて、自分の庭に何が合うのか、もう湿度とか風向きとか、あとあの日照時間とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、もう全然違っちゃうと、やっぱり山野草はその環境に合わないとね、溶けてなくなっちゃうの。なるほど。これね、とりあえず買ってきたらとりあえず育てりゃいいんですかね。いろいろあのね、まず植え替えないとすぐあのポットのまま置いとくとほとんど溶けちゃう。なるほど。なんでかっていうと、このポット、ここはあの関東じゃないですか、土が違うんですよね、うんうん、育ててるところがだいたいあの山の方、はいはい、上の方、うん、長野とか、はい、新潟とか北海道とかそっちで育ててるから、関東の平地で山野草のお店やってる人ってあんまりいらっしゃらないから、うん、そうするとね、環境が違いすぎてこの土だと耐えられない。なるほど。例えば名古屋の松はあの砂で植わってますけど、それをここに置いとくとほとんど枯れちゃうんですよ、うん、あれ一回全部落として、はい、で植え替えないといけないので、それと同じですね、うん、ほらこれもエゾズナでしょ、こっちは鹿沼でしょ。だから買う時の時期は春じゃなくて、例えば秋とか夏とか買ったとするじゃないですか、うんうんうん、そしたらその状態じゃなくて、むしろこの葉っぱがとか花が分かんないから、うん、先にその状態で買っておいて、で次の春に植え替え、うーんとね、するとどうなる。山荘の場合秋植え替えがベストなんです。秋植え替えしちゃった方がいい、うん、そうなんですよ。だから9月から10月に分けたり植え替えたりすると、うん、春に咲く種類がすごく多いんで、うん、花の前に植え替えると、あの咲いた時にまだこう根が回ってなくて、うん、展示会なんかでもちょっと違和感がある。なるほど、うん、持ち込んだ風にするとかっこがいいので、やっぱり秋に 手に入れたら、うん、まずその環境、ネットでもう本でも調べて、日陰なのか日向なのか、はい、いつ花が咲くのかで、それを調べたら、そしたらもし春一で咲くものだったらすぐ植え替えとか。秋に植え替えちゃう、うん、山荘は秋植え替えが一番いいと思うんですよ。春はね、あの増えちゃってパンパンになっちゃったやつを株分けするっていうのは春先にはやりますけど、でもできれば10月の頭にやっちゃった方が関東はいいかな。変な話ね、大盆栽祭りで買ってどうしようかっていう、要は何もない状態で買うの難しいじゃないですか。
大盆栽祭りだと花が咲いてます、全部、うん、時期それ見て買うのもあり、そうそう、花が咲いてるのを見て買ったら、うん、あのとりあえず花が終わるまでは触れないですよ、あの根っこには。でそのまんま鑑賞しちゃって、うん、で花が咲いてるやつ の一番の利点は種が取れる。あ、なるほど。山野草の種は作ってるとこは鉱山の方で作っても、うん、種さえ取っちゃえば自分家の環境で生えてきますから、すごく強い山野草ができるんですよ、庭で、はいはい、もう溶けないんです、うんうんうん、花が終わって種取れたら夏に溶けちゃう場合が多いので、やっぱ軽く植え替えしといた方がいい、夏前に、うん、花後にね、花後に落ち着いてからね、例えば5月に満開だったものを、うん、と6月の梅雨時まで待って、うん、だいたい6月の梅雨時、9月から10月、うん、あと春一番が3回できるんですよ、はい、なるほど。で、物によってそれ違うんですけどね、はい、増える時期がちょっとずれたりするので、うん、ただポットのまんま夏越すと溶けちゃうの、うんうん、環境が違いすぎるのと土が違うから、はい、なるだけ自分家の環境に合うような土に軽く変えて、うんうん、土鉢かなんかね、あんまりかっこいいところに入れないで、うん、秋まで待ってからそれから植え替え、no. 豆鉢に、まあとりあえずね、生かすことが第一なの、これは、うん、枯れないようにすることが大事。